イエーイ。イエイイエイイエイ。いかがでしたか、皆さん。はいさい。はいさい。3日間見たよって方もおられて嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。そうです。3日間、私が変えようと思ったのは、見た目と、あとアドリブルのとことか、少しセリフを変えてみたりとか、皆さんがね、3日間見ても、ちょっと違うような変化を、見せできてたらいいなって思います。演技楽しかったけど、セリフを覚えるのが私本当に苦手でした。なんだろうな、なんかそのリハーサルをやった時ももう全然覚えれなくて、なんか本当にもう何回かセリフ飛んじゃった時はもう終わったって思いました、本当に。だけど本番はね、ちゃんと覚えることできて、リハーサルの前日にやっと全部覚えることができたんですよ。最初の3日間は本当にセリフ全然頭に入ってたけど、ところどころ抜けちゃってやばいと思って、でも前日にもう全部入れることができて、やっとそれで挑めて、まあすごいセリフを飛ぶことは一回もなかったので、本当に良かったなって思います。はい。はい。普段の私服はどんな感じですか？そんな変えてないんですけど、そのさくらと着てる服と変えてないんですけど、でも3日間なんかちょっとでも雰囲気が変われたらいいなって思って、1日目はなんか白い服を着てたんですね、普通に白目ので、2日目はちょっとカジュアルな感じで、3個目はちょっと女の子っぽいフリフリを着てみました。いかがですか？どの桜が好みでした？皆さんぜひツイッターの方とかメールに毎回、まあ、今日はまだ載っけてないんですけど、載っけるつもりなんですけど、今日の桜を3日間載っけてるので、ぜひどれが自分のタイプかなって見てくれたら嬉しいです。ん？ジーンズとかスキニーは履いたりしますか？私はジーンズとスキニーばっかりです。そうだな、スカートとか履くのが逆にあんまりないかな。よく短パンとかならまあ履いたりする時もあるんですけど、よくジーンズです。はい、スキニーとか、あとはかな、フレアパンツとかかな。はい、そう、今日はフリフリ来ました。いかがですか？フリフリのちょっといつも私が着ないようなね、色のピンクを入れてみました。ピンク、そう、今日はなんかちょっとお姉さんっぽくないですか？ね、ひなのも思った。なんかすごいアナウンサー感がすごいなって。そうだよね、今日はちょっとノースリーブに近いような服です。なんか本当はね、なんかこんなに夏っぽいの着ちゃったら夏どうやって乗り越えようと思いながらも過ごしてたんですけど、でもこれぐらいならいいかなと思って、暑いし今日に限ってはね、暑いよね、なんかジメジメするよね。明日の天気ですか？明日のお天気はですね、はい、明日は雨が降るでしょう。なので皆さん傘を持ってお出かけください。よろしいですか？そう、あと久々にね、指輪をつけました。そう、でもまた指輪、最近また通販を
最近また通販を見る癖がついたっていうか、見るようになっちゃって、もう今欲しいねアクセサリーとか。最近は水着とアクセサリー、なんか水着は絶対今年着れないじゃないですか、絶対海行けないし。だけどやっぱこの季節になると調べたくなるんですよね、水着が。そうなりません？なんか服とかも別に握手会ないのに買っちゃうし、まだ買ってない、まだ買ってないのだからまだ買ってないんだけど、そうやって見ちゃう。なんか服もさ、夏服とかもさ最近いっぱい買っちゃったけどさ、なんかそんな見せるような時あんまりないのになとか思いながらも買ってたしね。そうで最近は夏だからなんかアクセサリーとかもめっちゃ見ちゃうし、そう水着とかも調べちゃう。頑張ったご褒美ね、本当に頑張ったの、いなのそういなのは本当にセリフを覚えるのが苦手だから、セリフというかそういう覚える系が苦手なので、もう本当に一時はねどうなるかなと思いましたけど、投げキスして、はいはい、切り替え。ネックレスはそうですね、1個なくしちゃって今ね1個しかないけど、他のはいっぱいあります。最近使ってるのが1個。セリフ入ってない感じは一切ないでしょ、だから覚えたの、日なのはちゃんと全部覚えました。お部屋で水着配信はやばい多分バンされますそう YDK 頑張りました、イエイ。目の前に台本もう置いてないです、台本なんて本番は。なんかリハーサルの時は飛んじゃった時にあれ危ないから置いてたんですけど、本番はもう一切見てないです。見てる暇がないです、そんな余裕がない。そう、2日目のアドリブちょっと焦った、どこだろう、どこですか。頑張りました終わったね、皆さん終わりましたね。寂しいけどなんかやりきった感がすごいから、なんか無事に終わってよかったなっていう気持ちが今いっぱいいっぱいです。本当に舞台にたくさん出てほしい。舞台って多分今回のよりももっと長いじゃないですか。なんか覚えれる気がしない覚えれる気しない。全身コーデが見たいです。はい、じゃあ1つ目、じゃあ今日の紹介は、さくら、今日の私のさくらの紹介はですね、まずここのイヤリングです。これはなんか真珠みたいな感じのイヤリングを2個つけてます。そしてね、これは時計ですね、見もしない時計をつけてちょっとできる女感を出しております。でそして指輪つけてます。動きますよ、動いてはいるんですけど見てはいないですで服はですね、よいしょ、こちら見えるかな、よいしょよいしょよいしょ、こちらはちょっと首までハイネック系の感じで、腕はすごいヒラヒラしてます。でピンク系です。はい、でハイウエストのねズボンを履いて完璧です、イエイ完璧です。これをインして少しダボっとさせてふわふわ感を出してみました。はい、そう、青海さんにしては珍しい服装ですよね。そうなんです。でもなんかこういう可愛い服も可愛いなって感じで着てます。これぐらいならひなのでも着れるかなって思って、
ジーンズかっこいい。これそうハイウエストが好きです。私は足が長く見えるし、そうそうですね。なんか最近はなんかどうなんだろうね、どうなんだろう。でもねまだね可愛い服とかねいっぱいあってね、早く夏にならないかなって感じです。はい。ねえねえ今さ梅雨じゃん。梅雨だからさパッツンにしようか迷ってるんだよね。どう思うみんな的に。てか本当に髪の毛伸びたんだ。あいなのやばくない？てか巻いたけどさ湿気で取れるしさ悔しいね。雨って本当に悔しい。チェチェ。だから髪の毛もちょっと切ろうかなってついでに。結構伸びたんだ本当に。伸びたよね。ロングじゃない？沖縄梅雨明けちゃった。あーらしいね。沖縄1ヶ月もかかるんだね梅雨って。今の本当に2週間ぐらいで終わると思ってた。もう梅雨飽きちゃったよ。梅雨はどうやって楽しみますか？楽しめません。梅雨は楽しめないです。いい女感すごいでしょ今日。すごいよね。でこの後もねぜひツイッターにね写真とか載っけようと思うので、皆さんあれどの桜が良かったかタイプかよろしくお願いします。おしゃれな傘。ひなのはビニール傘が好きです。ビニール傘が好き。いやアンケートっていうかみんな どれがいいんだろうっていう個人的な。でもどうなんだろうな、あんまりそんな変わんないかな。一番はストレートだったんですよ髪が。2個目はポニーテールで今日は巻き髪なんだけどちょっと取れちゃったからあんまり意味ないかな。スキニーのブランド教えてほしい。スキニーのブランドどこで買ってるかな。アイナのいろんな店で買うかな。割とアメリカンイーグルだったりとか、あとはアズール、好きに GU でも買います。 GU も好き。好きにだったら逆に皆さんのおすすめとかねぜひ聞かせてください。ジュエティも可愛いよね。ジュエティはすごい可愛いイメージ。可愛い、なんか変わってる、個性が溢れてるからなんか時々買いたくなる。そう、アメリカンイーグル最近ないよね。もう全然ないですよね。寂しい。ザラがなくなっちゃうんです。それが一番ねもうイナノのダメージきた。ここ最近そう店舗が悔しい。ザラ好きなんです私。無理無理。でも最近はザラで通販で頼んだので、そしたら通販頼めなくなるのかな。どうなるんだろう。エモダも好きです。エモダ、マウジ、スレイ、あとはとかそこら辺めっちゃ好きです。通販は続くよね。だったらいいけど、なのああいうなんか海外の服とかめっちゃ好きなので悲しいです。ギャダーも好きです。私スピリアガール、レディーゼル、レディーゼル、気になるな。それ調べてみよう。ありがとうございます。嬉しいそういうの。
通販で買えるよね。悔しいね。早く皆さんに会える日が来たらいいなって思います。ディーゼル？ディアゼル？ディアゼル？ディーゼルじゃないんですね。ディアゼル。ねえ、なんか最近は、あ、でも今日ね、スコーエンが無事終えたということで、ちょうど最初のちょっとリハーサルとかもあったので、あの全然ちょっとしか見れなかったんですけど、でも皆さんキラキラしていて、本当になんか懐かしいって思うのがあれですよね。なんか切な、ちょっと切なさを感じたなんか懐かしいって思って、なんか、あ、懐かしいって思えちゃうんだみたいなっていう切なさもあったし、なんか、あ、今までなんか別に当たり前だと思ってなかったけど、そうやって公演やれることとかが別に当たり前だと思ってなかったけど、今までがね。でもなんか、あ、やれてたことって本当に本当にすごいことなんだなって改めてやっぱ感じますよね、この時期。うん、でもやっぱりみんな踊ってるみんなはすごいキラキラしてたし、なんか、わあ、なんかやっぱみんなすごいなって思いました。みんなキラキラしてるなって思いました。遠くにいても、はあの遠くにいても歌ったっていうのは聞いたんですけど、またそれがいいですね。うん、いつ公演出れるかなね。また皆さんにお見せできる日があったらいいなって思います。なんかね、ね待っててね、なのもみんなに会えるのを楽しみにしてます。うん、ね、徐々に始めれたらいいけど、また来るのが怖いよね、そういう時期が。それが一番怖い。またね、あの苦しみを味わいたくないです。いたいたいた。そう、皆さんはじゃあ私に最近聞きたいことはないですか？K2 もあるんだ。ちょっと待って、痛い。イヤリング取ります。う、耳がね、悲鳴を上げてる。痛いって。よいしょ。あ、そうだ、そういえばですね、メールではお知らせしたんですけど、そのいい報告があるというのをですね、ちょっと解禁していいよって言われたのに、あのずっと知ってなかったのがすごい申し訳ないんですけど、発売いつだっけ、発売はまたメールで送るんですけど、とですね、あれ SKE のなんだっけ、ずぶ濡れ SKE ですか、ずぶ濡れ SKE、 ずぶ濡れ濡れ SKE 鬼のあのスパさんの方で、はい、やらせていただきました。でもなんかどこまでちょっと報告していいのかがわからないので、なんか写真とかどういう撮影だったかお知らせしたかったんですけど、なんかどこまで行っていいんだろう、どう思います。そう、ただスパさんのね撮影を最近やらせていただいて、でそうですね、まあ一つ言うと、まあなんか言っていいか、そこどこまでだか写真とか抜けていいのか分かんなかったから、全然ちょっと後で確認しとくんですけど、もしあれ、私ヒントを言うと、そうだな、そう、オフショットとかモバメに送りますね。ヒントを言うと、私の好きなもので
濡れました。好きなものでなんかすごい水をバーってなりました。なんでしょう。で、あとは、なんか感想を言うと、わ、こんなになんか水かかるんだって感じ。なんか見てたんですけど、みんなの写真とかね見てたけど、こんなにもう水かけられるんだっていうぐらいかけられて、なんかどんな写真になるのか私もちょっと見せてもらってないのでわからないんですけど、まあぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなって思います。ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、買ってね、ありがとう。ぜひチェックの方よろしく。雑誌なんて多分久々だよね。多分いつぶりだろうってぐらい雑誌の撮影だったので楽しかったです。そう、チェキも書かせていただきました。何冊買えばいいですか。そうですね、まあ、何冊とは言わないですけど、まあ、最低でもね1冊はよろしくお願いしますね。ぜひぜひ買える方でいいのでね、もしちょっとでも買ってみたいなって思った方は買ってくださると嬉しいです。本当に嬉しいです。あと最近はね、またちょくちょく仕事も増えてきまして、またねそうやって皆さんに見ていただける機会が増えたのでね、またちょくちょくお知らせができたらいいなって思います。はいね、本当にちょっと前の時期は本当に外に出るのもダメだったし、なんて言うんですか、あの人と人とが近いのがダメだったから、多分この世界の人って私たちのなんていうの世界の人って多分本当にあれじゃないですか、なんて言うんだろう、困った時期だと思うんですね。そうだからね、やっと少しずつではありますが戻ってきたということでね、また皆さんにね笑顔を届けれるような人になれたらいいなって思います。イエイ。以上です、私からの報告は。止まっちゃった。じゃあ皆さん、あれ30分になったら今日は終わろうと思います。皆さんはもう報告はないですか？あれ、もしもし、見えてない？もしもし、見えてる？今日お寿司食べました？いいな、今日いいなのはなんか赤いスパゲッティに卵が乗ってるスパゲッティ食べました。なんて言うんだろう、あれわかんない、トマトのやつ忘れちゃった。見えてる？イエイイエイイエイ。ナポリタンだ、ナポリタン、それナポリタンを食べました。ナポリタンでした、ナポリタン。ヤバトン行きたい、なのもヤバトン行きたいです。てか最近そうですね、名古屋で有名なパスタとか食べますか？名古屋で有名なのって何ですか？パスタで有名、ナポリタン？ナポリタン確か名古屋だよね、違ったっけ。店行ったことないんだよね、稲の。
こんばんみ、こんばんみ。もう終わっちゃうけど、もうすぐ。ひななちゃん、今の口紅グッド？ちょっと今日暗めかも。なんか普通に塗ったけど、ちょっと暗めのね、このリップも塗りました。ちょっと深い赤みたいなのも塗ったので、コロナ太りはしてないんですけど、してないです、一応。けど体力は多分ないしてないです。でもなんかそうですね、一応してないです。でも初期っていうか、最初はしてました。その入りたては、コロナ休み太り休み太りは最初してました。え、なんかクマちゃん2匹いるんだけど、気づかなかった、ありがとう。ちょっと今、あ、ミラーボールもありがとうございます。皆さん、これは読み上げていいのか読み上げてはいけないのかわからないので、ちょっと何とも言えないんですけど、本当にありがとう、ありがとう。ミラーボールもくまちゃんもありがとうね、ありがとうございます。くびれの作り方見てみてくださいましたか？あ、そうですね、あれは、あー、これだ、ミラーボール、ごめん、ありがとう。じゃあミラーボールの間たくさんハートしときますありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あまた来たどうしよう、次は、ありがとう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 ね。あやばい、無限説、ありがとう、ありがとうありがとう、ありがとうね、大丈夫、もうありがとう、ありがとう、ありがとうね、もう本当に、もうね、好きがこぼれてます、ありがとうわんないな、ありがとうありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうありがとう、伝わってますか、私の愛、ありがとう。これもハート、これもハート、これもハート、ありがとうね。もういいよ、ほんと無理しないであ、すごい、あと19秒もあるから、じゃあ私の全力のハートをお届けします。1 2 3 4 5 6 7 8 9、え、待って待って、どういうことこれありがとう、やばいやばい、増えたなありがとう、みんな嬉しいよ、嬉しいんだけどね、もうハートのねレパートリーがないですでもありがとう、本当にありがとう、ありがとうございます。イエイ。なんかしてほしいことありますか、逆に。なんかあります？ウィンクウィンク、投げキッス あとはミラーボールを食べる、ここら辺も食べときました。髪ひれ踊ってくらはい、ワンツースリーでカウントしたら、せーので、いやもうぜ、はい是非見に来てください、ライブしたらね、また。
つなるあんたの気持ちを、はい、滑り台から、滑り台から滑ってみよう、両手を万歳しながら子供のように素直になって、お、終わった。かっこつけても意味がない、行くよ行くよ、下で私を受け止めて、懐かしいね、今みんなの思い出してさ、懐かしいって思って、懐かしいですね。また皆さんの前で披露できるのを楽しみにしています。本当に今日はありがとうございました。また会おうね、バイバイ、ありがとう、おやすみ、おやすみね、バイバイ。ん、何この画面、アイちゃんいる、誰かいますか、バイバイ、おやすみバイバイ。